ラトガーズニュージャージー州立大学、通称ラトガーズ大学、またはラトガーズ大学はアメリカ合衆国先海岸ニュージャージー州の州立総合研究大学である。1766年11月10日創立であり、植民地時代に創設された全米で8番目に古い歴史を持つ名門大学である。全米の州立大学のうち IB リーグと同室の 教育を受けられるパブリック IB の一行に数えられており、主要世界大学ランキングでも常に上位にランクされている。15世紀末、コロンブスがアメリカ大陸に到着してから、16世紀にはスペインとフランスが、17世紀にはイギリスとオランダがアメリカへの植民を監視し、植民地が広がっていくが、それと共に牧師の不足が深刻化した。当時、 牧師になるためにはヨーロッパの限られた神学校で教育を受け資格を得なければならなかったが植民地の人々はアメリカにも牧師を養成し資格を認定できる学校を作ろうとした。そして合衆国独立以前の1766年に英国王の特許で植民地大学としての認可を受けた9校がコロンビア、ハーバード、イエール、プリンストン、ウィリアムマリー、 ペンシルバニア、ブラウン、ダートマス、そしてラトガース大学だった。いずれも当時は、プロテスタント会派の人々が、学校の設立と運営を支援した。1766年、ラトガースはオランダから植民してきた、オランダ改革派協会の人々の支援で設立され、当時のイギリス国王ジョージ3世の王妃であった、シャーロット王妃を称え、クイーンズカレッジという名称で設立されたが、 後に経営危機に陥った時に特殊からトガースの援助を受けて再建。1825年にラトガース大学と改名した。ランドグラントカレッジ法に基づき、1865年に科学校が新たに設けられ、1868年には科学学部として古典学部に並立する形で正式にカレッジに組み込まれた。 1869年にはアメリカで最小と言われる歴史的なフットボールの試合がプリンストン大学との間に行われた。1858年に日米修好通商条約が調印されるとアメリカのプロテスタント各派が一斉に日本に宣教師を派遣した。オランダ改革派に属していたのが明治維新後の日本の近代化に大いに関係するブラウンズ、シモンズ、 フルベッキである。フルベッキは明治政府の顧問となり多くの留学生を圧戦したが必然的に自らの教派の学校であるラトガース大学に多くを留学させることになった。幕末から明治18年までにラトガース大学や付属のグラマースクールで学んだ日本人学生は300人以上いた。その中には明治新政府の要人になる人材も多数含まれた。 まず、古ッキがアメリカに送った、最初の日本人が、幕府の海外渡航会金前の慶応2年に、ラトガースに留学した、横井昌南の老いの横井佐平太、太平兄弟だった。その他、福井藩主の草壁太郎、岩倉智美の息子の岩倉智貞、苦行兄弟、勝海舟の息子の勝ちそろく、最後の上田藩主の松平忠則とその異母て、松平忠し 松方コレクションで有名な松方孝次郎らもラトガースに留学していた。また、ラトガースからは、ウィリアム・グリフィスや、エドワード・アオーレン・クラークなど宣教師となった卒業生を日本に教師として派遣し、日本でのキリスト教布教と近代化に大きな貢献をした。初代中日講師、ハリスの後任として、リンカーン大統領が任命したのも、ラトガース大学出身のオランダ改革派。 ロバート・プルインであった。草壁太郎は卒業を前にして結核で亡くなってしまい、その墓は今もニューブランズウィックにある。草壁と深い信仰を結んだウィリアム・グリフィスは、後に草壁の出身地である福井藩の藩校で教鞭を取る。そのような関係から今も福井市とニューブランズウィック市は姉妹都市となっている。ラトガース大学は先に述べた。 牧師養成のための植民地大学休校のうち、ランドグラント大学を経て、州立大学となった唯一の大学である。1989年からは、北米に今する62校の優れた研究大学で構成されるアメリカ大学協会に所属する。2014年には、ビッグテンカンファレンスに招待され、その正式メンバーとなった。同年、 教育コンソーシアムの一つである CIC にも参加している。ラトガース大学ビショップハウス生徒の人種構成が多様である。内訳は以下の通り。白人45.2%、アジア系アメリカ人20.2%、ヒ 20. スパニック11.7%、黒人10.2%、留学生6.3%、その他7%大学本部は、 ニューブランズウィックに置かれており、隣接する州ニューヨークのマンハッタンから電車で50分ほどである。州立大学のため一般的な名門私立大学と比較すると授業料は安いが、州外から入学する学生の授業料は高く設定されており、授業料だけで年間約2万8千ドルである。卒業生にミルトン・フリードマンやセルマン・ワックスマンがいる。以下は、 本部ニューブランズウィック校と同校に設置されている、各学部、研究課程、専門大学院のランキングである。US ニュース主要研究課程ランキング専門大学、インさらに、ニューアークキャンパスには、行政大学院及び、法科大学院などの専門大学院が、設置されている。その他大学研究施設の全米ランキングにおいては、哲学、地質学、地理学、言語学、 芸術史、経営工学、比較文学などが挙げられる。ウォールストリートテクノロジーによれば、ビジネススクール内に設置されている。スーリーファイナンスの収支プログラムは、全米で7位と評価され、前後には、プリンストン大学と、スタンフォード大学がランクされている。ハイポイントソリューションスタジアムの、様子ススクールカラーはスカーレット。チーム名は、ラトガーススカーレットナイツ。 2006年時点でアメリカンフットボール、男女サッカー、フィールドホッケー、女子バレーボール、女子バスケットボールなどのチームが優秀な成績を収めている。ビッグイーストカンファレンスに属していたが、2014年から新しくビッグ10ンカンファレンスに移籍することになった。ピスカダウェイにあるアメリカンフットボールのスタジアムは改築後5万人を収容する。 IB リーグの前身となった4校によるスポーツリーグに加盟していた。ちなみにこの4校リーグはラトガース大学、コロンビア大学、プリンストン大学、およびイエール大学で設立は1876年11月に遡る。ありがとうございます。